はは。い、こんばんば、えー、2020年4月9日、えー、緊急事態が発令されて2日目です。えっと、本日は、えー、私、朝倉美紀春と、えー、池澤道夫で、えー、2人であの船橋市役所の教育委員会ならび、福祉、えー、健康福祉部局ならびに、保健所に対して、えー、現状の聞き取りと要請、質問要請をしてきましたので、それをご報告いたします。 で私ども2人はあの、政党に所属しない、えー、無党派の市議で、2人でミラヤット・船橋という会派を組んで、まあ、日頃から議会活動をしておりますが、まあ、その2人で本日、状況把握をしてきました。で、えっと、まず、えっと、まず基本的な話なんですけど、二元代表制というのがありますあの。これは市長も選挙で選ばれる、そして議員も選挙で選ばれると。 でそれぞれの代表が緊張関係を持ちながら、姿勢を、えー、議論していくというのが二元代表制の趣旨です。よって通常時は議会で市長のことを厳しく指摘したりすることもするのが市議の仕事です。ただ、このような緊急時になると、そのちょっといろいろな配慮が必要なんですね。で一つはその市の担当の最前線で頑張っている教育委員会やその保健所の 担当部下の、えー、時間をあまり費やさせるのは良くないということが一つですでそれと、まあ、その趣旨もありまして船橋議会の会議全体今自粛の方向に来ております、えー今日えー、例えば13日の会派大使会議それから20日の文教委員会も全て中止になりましたただそれでは何もや,や,らなやらないってことではいけなくてむしろ多くの 方の市民の方々の要望、フェイスブックやツイッター、あるいは直接いただく要望、メールとかでいただく要望も含めて、その要望とか意見をきちんと市の担当課に伝える必要があると、そして最終判断は市の支事者、まあ、市の,その、まあ、市役所の方になりますけど、その改善を検討する材料を提供する必要があるということですね、それから市がどのような流れで動いているかを市民に伝えるという役割もありますので、 その意識を持って本日、えー、行ってまいりましたでまず今あの教育委員会の指導課指導課っていうのは学校の,その特に学習面に責任を持つところですねと教育長にお会いすることができまして、えっと、今学校休業でどのような方向になってるかの基本線を確認してきましたでまず基本的に学校休業中登校日もなくなってしまっていますので、えー、基本的に各学校で週ごとに 今週は何々、ね、算数については何をしなさいと、えーまあ、理科については何をしなさいという、えーまあ、新しい教科書を渡ってますので、教科書に基づいて、えー、この教科書何ページか何ページをやって、えー、この宿題をやりなさいという課題を出す形になっております。でそれは紙ベースを基本にするということです。というのは、えーとー、生徒の保護者の中には、 あのパソコンが完備していてプリントアウトできる環境のところもあればスマホしか持ってないところもある,あるということですのでそのネット環境が違うということですそして、えー、基本的に、まあ、最後に話すんですがウェブ事業対応はできておりませんので紙ベースを基本にするその基本にするときに紙を渡す方法は4つですね、えー、っとウェブを使える人は自宅でプリントアウトしてもらうそして えー、放課グルームに通っている人は放課グルームを通じてプリントを渡すと、そして3番目が、えー、保護者で学校に,取りに行ける人は学校に取りに行くと、そしてそうでない人は学校が家庭訪問かポスティングをして、えー、か郵送をして届けるということですね。で必ずこれを届ける方向にしているということです。でこの 1, 2, 3, が、えー、生徒の生徒があの各生徒が 児童生徒がどの状態にあるかを把握基本的にできているということです。つまり例えばあの A 先生のクラスだったら1の人が20人で2の人が35人いて3の人が2えっ、ー、と例えば3人いて4の人が5人いるということがきちんと把握できているということです。まあ本当にまあのすべての学校がすべて把握できているかどうかはそれあの確かめようがないですが。 あの把握できている方向で、えー、基本線進んでいるということですそれから学習コンテンツを文部科学省なんかが、えー、紹介してる学習コンテンツを、えー、各学校のホームページで紹介をしていますそれからもう1つ4番目がアプリの開発で、えー、船橋市の総合教育センターが中心に、まあ、あの学習アプリを開発する方向で進んでいるということですただいわゆる大学がネット授業でやっているようなウェブ事業は間に合わないということです まあそういうことですので、やはり私のウェブ事業は、あのこれからも続けていこうと思っております。それでは次、えっと、福祉、健康福祉局についてですが、えっと、このコロナで、えっと、非常に例えば、まあ、DV に関わっている、まあ、夫があの家に帰、まあ、いる頻度が高くなると、例えば DV が増えるんじゃないかとか、えーこうあ,まあ、あるいは、 夫の問題だけじゃなくてその、やはりストレスがたまるとあの、まあえー、DV をする可能性が高まるんじゃないかということで、厚生労働省が DV 予防の通達を出しました、でそれに対して、まあ、DV 担当がこの家庭福祉課なんですが、えっと、基本的に非常に地,地味ではあるんですが、 ここのようなことで対策する。例えば、このコ,ロナ事件やコロナのことで DV が増えているかどうかの実証的なあのまだ把握まではしていないんですけど、えっと、いろんな図書館とかあのいろんな施設が閉じている中で DV の相談は継続するということをはっきり歌うことで例えばその相談に、まあ、直接来所も含めての相談に電話ももちろんですけど直接来所も。 これについては受け付けるということで、相談を継続すること意思をはっきりとホームページに書き、あるいは。あの、まあ、連絡が取れる家庭には、伝えー、伝えるということでやっているということです。それから、次、児童家庭科ですね。児童家庭科については、まあ、あの、給食、ひと親家庭や。あの、まあ、就学援助は正確には教育委員会の方なんですが。就学援助家庭などの、その、給食がな。 なくなった影響で昼ごはんを給食で、えー、食べてもらっていたために経済的に、えー、作われていた家庭に対する何らかの,その給食がなくなった期間へのフォローが必要じゃないかということはこれはまあ提案として投げているところで、まあ、まだあのこれがすぐに実現するということじゃないんですがこういうことを検討すべきだということを提案しております。それから次、ル、えー、ルーームムとと、えー、保育園と放課後ルームの対応な,なんですが これはもうすでに行っている方はご覧になったかもしれませんけど、私立保育園、私立、えー、私立の保育園と、えー、それから公立保育園ですね、一律保育園と、それから放課後ルームには、えー、登園当初を、えー、まあこれ自粛ということは言葉入れるのはする、ね、自粛、登園当初の自粛要請ですね、これ自粛要請をする文書、これですね、受け入れを。 えと縮小をしたいという、うん、旨の文書が、昨日けで保護者に渡っておりますでこれについては私ども非常に危惧しておりまして、えー、とやはり保育のにかける、その保育を自宅ができないという人たちが保育園とか放課後ルームに通っているので、それを行、まあ、けないという方向はまずいんじゃないかという危惧を持って、いろいろ質問したんですが。 ここういういとです基本的に当然、権利としての,その当,園当,当初、放課グルームに行くことは認めるし、今でもその臨時受付をしていると、ただ、やはり、えー、予防のためにできるだけ控えられる人には控えていただきたいという、あくまでも要請ということです。それで、えっと、要請をするの趣旨の最大の趣趣旨旨最大は 医療関係者や福祉関係者というまさに今の事態に対して最前線で働くために、えーまあ、あの保育園に預ける人は最優先したいけれどできればそのそうで家庭で見られる方には見ていただきたいという趣旨ということでありまして、えーまあ、その趣旨を踏まえて緊急事態宣言以降若干、やはり当園当初数が減っているようですがこれちょっと保育園の方う確かめられなかったんですが 放課後ルームについては、まあ、かつてより2割程度、今あの当園、当初が減っているということです。それと、まあ、これと同時並行的なんですが、放課後ルームは、あの3月の時点で小学校が休業した、えー、事情の時に、えー働いあのえー、臨時で受付した人がいます。で、その人たちは、もともとやってた、えー、放課後、子ども教室ですね、の部屋などで、 えーまあ、それまでの放課グルームとは別立てであの保育をやっていることが多いんですけど、その人員が足りないということで、教員へ協力要請を昨日、強化か昨日時点で出しました。でというのは、実はこれ、3月時点からもともと放課グルームの,その臨時受付で人が足りないんじゃないかと危惧がされてたんですが、放課グルームの指導員の方が、 まあ、自分たちで頑張ろうとされてたのかえ、特に教員の協力要請を積極的にしなかったんですけど、さすがに、えー、っと継続になった状態で、やはり教員に協力要請するということで、教員に協力要請をして、まあ、全市的に言うと、約200名、えー、教員の人の中で、えー、放課グルームの,あの手伝いに回るという人が、ふあのこれから各学校で要請、まあ、体制を組むということです。 じゃあ次、療育支援課ですね、障害児の放課後のデイサービスにこれ民間がやってるんですが、そのし市,の指導まあ、市の連絡担当課が療育支援課です、で一部、放課後デイサービスを、えー、閉じるというようなんか報道みたいなのが、まあ、報道というか、その意見、えー、そういう声が、えー、なんそういうい危具があったそうですが、基本的に放課後デイサービスは継続する方向で、えー、やってるということです。ただ、 えっとまあ、これはあの現時点の状況なんで例えばまあちょっと将来的にはあのまあ未知数のところはあるけど今は継続する方向でやっているとそれとそれに関連してなんですが、えー、学校休業に伴って、えー、あのりどうしても、あのーまあえー、障害児で必要性がある場合には一律即別支援学校が あのここに、ホームページにあるような文書、載ってるんですが、臨時休業中に、ちょっと文面を見上げますと、臨時休業中、保護者の就労等により預かりか先がない家庭については、9時から15時までの間、一時預かりを行います、希望される方は担任までご連絡くださいということで、臨時休業しても特別支援学校については、どうしても受要の時には一時預かりを。あ えー、検討するという方向になってます。それはやっぱりあの特に配慮が必要な子どもたちですので、えー、一律にもう絶対学校来るなという形にはできないということで、えー、そういう突起、えー、事項がありますので、えー、ご認識いただければと思います。さて、えー、最後に保健所です。えっ、ー、と市役所でまあだい14時から16時半ぐらいまであの。 以上の聞き取りをしたと要請をした後で保健所に来ました。保健所はまあ、私どもが住んでる塚田地区にありますので、まあ、帰り際によってお話を伺ったんですが、えー、こういうことです。えー、っとまとめるとこういうことですね。で、まず相談体制なんですが、相談対センターの電話は3回線から、これさ元々3回線だったんですけど、5回線に増やしました。そしてちょっと。 開幕見させていただいたんですがあのあの保健センターの中の最も大きい会議室を、まあ、いわば災害時の災,災害対策本部のようなその対策本部として、えー、大きく使用していましてそこに多くの人が働いておりますそして、えー、保健所の職員だけじゃなくて市,市役所の本庁舎ですね まあこの保健所というのは独立の,この建物が北本町にあるんですがそこだけじゃなくて市役所の保健所の保健師が派遣されておりますそしてまあ長期戦になりますのでシフトで健康管理をできるような体制を組んでやっておりますで相談件数は150件から400件に1日増えているということですもともと150件ぐらいだったんですがただ保健所全体としては5回線あることに加えて その相談センターの電話だけじゃなくて、保健所の各課の電話がありますし、まあ、いざとなったら、守衛室というか、そこにもつながるようになってますので、えっと、何回も何回も電話してもつながらないという状況はない、ただ、えー、すぐにつながらなかったので、折り返し担当から電話を折り返しさせるというような状況はあるそうですが、一応、電話の相談には受け付けられている状態です。そして PCR 検査なんですが私が私月20 えー、5日に質問した時点では、えー、薬剤師4人、えー、獣医師1人の5人体制でやっていたわけですけどそれで3月の11日から、まあえー、コロナウイルスについても PCR をや,やり始めたんですが今はもともとは PCR 検査技術を持っている薬剤師が、えー、保健所の,そのいわゆる、えー、とデスクワークの部,部署ですねあの検査室じゃなくてデスクワークの部署にいた人を2人 そのまあ、現場というかそのけんあの検査室現場に派遣したので今、7人体制でやっているということですそして、えー、技術者の技術量とか処理量でいうと現在の,その依頼件数は十分処理できているということですでそして4番目が、まあ、今日初めて聞いて非常にあ新しい情報としてあるんですが えっと、私の、えー、公開している、えー、っと感染者のこれまでの39例の中,の中に同意が得られないということがありました、この同意が得られないことに対して、まあ、多くの方からこれはどういうことなのかというご不安の声をいただいたんですが、これは、えー、こういうホームページに公開することに対して同意が得られてないけど、例えばその人がど,どういう人に接触して、えー、どういう人に、えー、検査しなきゃいけないということに関しては同意が得られているそうです。つまり 保健所としての追跡調査はできているということなので、全くすべての情報がその誰も把握できてないという状況じゃなくて担当が把握できているということなのでご安心ください。まあご安心くださいというかまあ他の感染者の状況と違うわけじゃないということですね。それから今のところ、えー、と医師が陽性した検査はすべて実施できるまああるいはしているということで、えー、まあ実施が集中していてそれが あの処理しきれなないいいいとととうう状況ではないということではこすそれと、これは保健所の様子を見ていた市民の方が、あのまあその保健所自身が換気が良くなくて密集している傾向があるんじゃないかということを心配されていた方がおられるので、それをお伝えしたいところ、まあ、換気や密集の緩和に心がけているということは確認いたしました。 これが本日把握してきた事実であり、あのまあこれまで、えー、と文書だけではあのお伝えできなかったところもあの把握してお伝えできたのというふうに考えております。それでえっとやはりえっとこの市議二人で協力してあのこの状況把握したり、まあ市民の皆様からいただいた要,要望を要請したりする。 こととは重要だと考えてておりましてただ、それもさっき最初に言ったようにあまり頻繁に行ってその最前線で頑張っている担当課ですね担当課の、あのー、仕事を、えーまあ、やっぱり議員と対応するというのはそれなりにこうきちんと時間を取らなきゃいけませんのでこ,この状況まで考えるとこれ2番と3番の金を考えると えと市から文書報告することに加えて、だいたい週1回程度、今日のような聞き取りをさせていただくのが、聞き取りと要請をさせていただくのが、無理のない範囲かなという感触を本日持ちましたということで、週に1回、えー、このような形で要請と、えー、状況把握を短時間で、実は今日,1日まあ半日かけたんですが、各担当課はもう20分以内にしてあります。あの 各担当課で事情を聞くのは20分以内にしてます例えば1時間延々と話を聞き続けるなんてことは今,今の時期にすべきじゃない,ないですので、各担当課20分以内ずつですけど、それでも担当課がまあ6、7部署ありますので、重要な担当課でもそれで半日かかるわけですけど、まあ、そのような形を今後も週に1回やっていきたいと思います。でそれにあたってて、えっと、2人で協力して えと12日の日曜日の2時3時に午後2時3時ですね、ズーム会議をやります、そして、その子でいただいた意見とかをもとに、まあ、週1回のまた、えー、来週、事情把握と要請の行動をいたしたいと思いますので、まあ、ぜひ、えー、またどういうこの会議の番号とかはまたご案内しますし、メールで問い合わせていただいてもいいですので、えー、とぜひこのズーム会議にご参加いただければと思います。 はい、ご清聴ありがとうございました。